同じかまぼこ弁に加工してあります。うちで一番売れてる製品で、うちで一番デザインがなんかいいなと思ってる製品、ドレスラックなんですけど、それをオマージュしたかまぼこ弁、だから小さいドレスラックのような感じで作りました。端材はうちでよく出ている商品というか、よく売れている商品のドレスラックとエントランススツールの端材からできる方法から説明したいと思います。これは親板、原材料の親板、レーフの親板、27mm なんですけど、まずこの板を、これで長さがもう決まっていて大体1800なんですが、その幅に、ドレスラックの幅にまず切らなきゃいけないんですけど、まず長さを1500まで、長さを最初に落としますね、5800で、その内側が1500。うん、でここの端材に関しては、この物時計とハンガー下に余る、でその後ドレスラックをこう切っていきますね。ドレスラックの幅で材料を切ります。でうまいこと切れればいいんですけど、端っこ少し余ったりします。でここのところを何になるかというと丸くなります。ドレスラックの丸、うん、でそのドレスラックを丸棒を切るときに、またその端っこまたちょっと余ったりします。ここはトレーの代償です。だからほぼほぼ無駄にならずに、メープルの 27mm に関してはドレスラックなりを取ると無駄にならずに済むんですけど、そのうちのここもともと1500で切ってるので、1500の丸棒からドレスラックの丸棒、プロパーサイズで大体630ぐらいで、630を2つ取るとすると、あ、530なんで1630なんで1060で、下に440余ります。ここが使えなかった。ここの丸棒をなんとか生かしたいなと思ったので、これが丸棒です。なるほど。これが丸。次、エントランススツールの足、これ40ミリの材料買ったんですけど、同じことですね。長さをまず420で切って、親板があって、で、420で切ったらまた同じように、40ミリを40角で切っていくんですけど、端っこがまた薄く余るんです。で、その薄く余ったところが、この側に足1台につき4本ついてるので、結構なる。だいたい1ロット80台ぐらいつくので、それ計算してもらえれば大体分かると思うんですけど、この端っこ、ここが使えなかった、今まで。だから、幅40の厚みがだいたい20ぐらい、材料が大量に余ってます。それを薄くしたら、薄くというか幅を小さくすれば別に使えないことはなかったんだけど、一手間加えなきゃいけなかったので、それだとまた時間がかかるから、そのまま使えるように。なるほど。それがガワイ。